やあ、刹那圭介だよ。今回はね、このゲーム、Call of Duty Black Ops 2の実況をしていきたいと思うよ。よろしくお願いします。さて、暑くなってきましたね。おっと、ステージもう決まった。よし。味方に一人、ボイトやってる人がいるね。ミラージですね。砂漠の中国のステージ。砂漠の中国って言ったらなんかおかしいけどね。まあ、中国だったね、確か。ミラージ。ミラージってもうこれ、ほんとに。中国、ゴビ砂漠。まあ、砂漠の中国であっとったわ。中国の砂漠って言うた方が、合っとるけどさ。このステージ、どっちかって言ったら得意かな、なんて思った。ライトマシンガンの装備でいきます。俺の作った、高機動型のライトマシンガンってやつですね。何が高機動型だって言ったら、ハンドガンで走るんですね。それは早いですよ。ねえ、いざってなったらライトマシンガン。いると思いましたね。あー、当たると思ったんですけどね。当たらないんですね。ちょっとライトマシンガン、ちょっと、あれですよ。なかなか当てれない。遠距離はさすがに当てれない。ライトマシンガンでも当てれない。それか俺。チーム的には勝っちゃる。さて、最積極敵を見つけてですよ。決済門を見せてやりたいですよ。前回みたいにね。前回ほんと良かったからね。やめ上がりでも。イェーイ、チャイ、わしょい。お、死んでる。さっき点滅したけんおるだろうなって思って突っ込んでいったら死んでるわ。オッケーオッケー。定番パターンですね。と思ったらおらんかったけん、とりあえず接近戦を仕掛ける。あれ、おらへんな。敵があんま見つからないね。あ、じゃあ、先生取った。一旦離れます。一旦離れます。で、こっからちょっとクルーンを待つかな。クルーンを待つかなって言ってる間にちょっと後ろに来てる。あ、ナイス。あ、一旦下がる。あ、上がんな、これは。それはまあ、しょうがないと思うんですよ。囲まれてたからね。ハンドガンもちょっとリロードの時間が欲しかった。リロードできる時間なんかなかった。それ考えたらまあ、しょうがない。お、こっちか。おやる味方。俺が殺したかったんですけどね。ピーって言ったあたりからこっちから来ると見た。じゃあちょっと、こっちから行ってみようか。イェーイ、せっせい、よっしゃー。先制攻撃成功ですね。お、どうすかな。わーお、あんなとこに立てこもってる。あいつは叩きに行きたいぞ。戦わない、叩きに行きたいね。よーし、おい、味方ありがとう。味方ありがとう。俺の名前は、琥珀川。何言ってんだ、俺。頭で、あ、危ない、ちょっと危なかった。ハンドガンで、あー、外がいるんですね。まあ、6キル3ですぐだからね。いい感じですよ。お、今いた？ちょっとダメです、ダメです。倒した？倒したらいいよ、倒したら。重なっとったらちょっと邪魔なんで、違うとこ行きまーす。こっちです。敵のヘリが来た。ちょっとここでも追っとこうか？追ってみようか？いないんですね。わーい！やったー！出たとこ勝負でなんとかなったね。あー、だってヤバいん来てる。ヤバいん来てる。屋内に逃げましょう。あー、グレネードですか。まあ、そういう手でもありですよね。そういうもんですね。えぐいよ。めっちゃポンポン撃ってるよ。まあ、この辺でこう待っておきますか。上からポン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 撃ってるやつはちょっと無視しといて、屋内に寄ったらなんとかいけると思うんでね。あ、見つかってる。そっちが来たか。しょうがない。上からポン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 撃ったやつ終わり。よっしゃー、こっからですよ。なんとか、あ、倒してくれた。俺のキルレどんどん上げたいんですよ。よっしゃーい。接近接近、急接近。
いやー、来た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 、一旦下がります一旦下がります。マジブ制作で楽しいね。こっちから来るかな。おったー、おったけど当たらんかったな。ミクタに任せようか。よっしゃー、いいね。あっ、あー、しょー、問題ないよ。ハンドガン結構、このカップっていうハンドガンはね、こうして打ちしやすいんですよ。あっ、あー、あかんねー。おー、チーム内トップですよ。11キル6ですって、なかなか死なないでしょ、俺。お、あっ、なんだなんだ、見下げてごらん。あっ、危ない危ない。敵の方が早かったような気がするな、打ち始めが。でも勝った。おっと、これは見下げてごらんやけど、おらんな。こういう時もあるわ。こっち。え、今 P って言ったら何？今 P って言ったら何？ちょっといける？あがーん！アシスト50。当たっとったわ、当たったんやな。当たんやな。ちょっと、いまいちの当たり方だったんだろうな。わー、なんか来た。お、なんかおったような気がする。こういう戦い方はやめておこう。安定感がないです。こうなるとこっちから一人ぐらい来そうやね。あ、やべえぞ。あーあ、スナイパーか。来たんは読むぞ。予想できたんです。予想できたんですけどね。惜しいですね。スナイパーか。あかん。当たってないよ。全然当たってないよ。前回みたいにいい感じにはいきませんね。あ、じゃあ、このハンドガンは万能ですよ。なかなか使いやすい。けど、ちょっと厳しいぞ。この状況からひっくり返せるか。あー、ちょっとがまだおったんか、お前。あー、嘘やー。やられた。13、9、10で。まあ、悪くはない。悪くはないんで。まあ、こんなもんか。味方が、スナイパーにやられた。スナイパーとかそういう遠距離系が強いステージ。まあ、平凡な結果で終わったね。こういう時もあるよ、まあ。何回もやりやったら。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again!